い、こんにちは、モアリです。今日は、また謝罪動画ということでアップしていこうかなと思います。ただ今回はごめんなさい、外部マイクというかピンマイクを忘れてしまったので、このカメラの内蔵マイクで撮ってるので聞きづらい点とかありますので、ちょっとご了承いただければなと思います。すいません。はい、ということで、まあ、今回も何本か喋っていこうかなと思うんですけど、まず1本目に喋る題目としては、チャレンジすることは悪くない、はい、失敗を恐れるなっていうことをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、ということでチャレンジすることですね。はい、失敗を恐れるなと、まああるんですが、失敗を恐れてチャレンジしないことが一番最悪かなと、僕一人でやってて思うかなと思ってる次第でございます。はい、でこれチャレンジしないで失敗する、チャレンジしないで何もしないってことが一番最悪っていうことは、何かっていうと、こう何もしないでその場をこう乗り越えようとするっていうことが一番リスクというか一番罪であるっていうことで僕は思ってるんですね。なのでなんかこう、例えばパッと思いついたとしますよ、企画を思いついたとします。はい、企画を思いついた瞬間に、例えばまあ広告っていうか、なんかこうデザインっていうか、こういうのやりますっていう告知を出す、なんかこうテロップみたいなのを作り始めるところからもうスタート、すぐにスタート、まあ してるんですね。はい、でまあ、例えばこう何か意見をもらったとします。はい、意見をもらったらもうすぐに、あ、それいいねって言って、じゃあやろうかっていう形でもうどんどんやってるっていう形になります。はい、でまあそれで失敗しても最悪次また考えればいいと思うので、まあ、それで失敗して悔やむっていうよりも、まあ、チャレンジするっていうことが一番大事になってくるのかなと思います。はい、でまあ失敗を恐れてしまうことが一番、まあ、最悪なので、まあ、できる限り、まあ、チャレンジし続けることを、まあ、皆さんも意識して行動した方がいいのかなと思います。はい、まあ、できるか、まあ、チャレンジし続けるっていうのすごい大変で難しい、体力使うし、まあ、怖いと思いますよ。ただその中で、まあ、チャレンジして成功した時に、かなり嬉しい結果になるのかなと思います。はい、まあ、10回やって1回成功すればいい方だなと僕は考えております。はい、ぐらい、まあ、成功の確率はかなり低いと思うので、まあ、もう100本打って1本当たるぐらいの感覚でやっていきたいなとこれからも思います。 YouTube に関してもそうですよね。 YouTube で当たってる動画はもうほぼほぼ、まあ、今100何本上げてると思うんですけど、100何本中の1本しかないとか2本しかない、未だに見られてる動画は1本2本ぐらいしかないので、やっぱりそういうもう何本何千本やって2本当たるぐらいの、2本じゃねえ1本当たるとか、そんぐらいのレベルになってくるのかなと思いますので、どんどんやってチャレンジして失敗して何が悪かったのかな、次考えようっていう形で、まあ、やっていければいいのかなと考えて、僕は YouTube もそうですが、どん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 こう上げている次第でございます。はい、今回は、まあ、チャレンジし続けろっていう、まあ、動画になります。はい、短めにお話はしたつもりです。画面揺れとかごめんなさいね。はい、今回は以上です。バイバイ。忘れてました、ごめんなさい。まあ、チャレンジし続け、失敗することが一番最悪っていうことで、まあ、お話ししてたと思うんですが、まあ、あと一番最強なのを思いました。変化することですよ。変化、チャレンジして、最後言いましたよね、チャレンジして失敗して何が悪かったのかっていうことで、まあ、変化をするっていうことが一番最強になってくるので、まあ、変化し続ける、変化してチャレンジして、変化してチャレンジして、変化しての繰り返しをしていければいいかなと思っております。ごめんなさい、追加です。